カキンさんが、まあ、1000ロール、トイレットペーパー買ったのは4年前だっていう風に、動画、出している、のに、参ってるっていう風な、ニュース、絵が、ニュース書かれているのを見ましたけれども、それに対してのあの、コメントが、まあ、すごかったですね。何にしてもお前は嫌いだわとか。 とうとう行くところまで行っちゃったっていう感じとかっていう風な、まあ、いわゆるアンチコメントですね。それを見て、うん、結局、あなたたちは、ヒカキン自体がダメというわけで、ヒカキンが1000ロールトイレットペーパー買ったことに対して、なんとも思ってません。というか、ヒカキンだから、あんたヒカキンだから、ヒカキンがやってることはみんな悪。 ヒカキンがやってることはみーんなダメ。まあ、要するに単なるアンチだったっていうだけの話です。<laughs> 今回問題になってるのは、ヒカキンさんがトイレットペーパー買ったという、トイレットペーパーを1000ロール買った、それの動画が4年前に出されている。だから今回のこととは無関係なのに、 それに対してヒカキンさんが叩かれている。それに対してヒカキンさんがもう、参っているというか <laughs>、自分のせいでなってるんじゃないって言っているのに、今現在もまだ、ツイッターでめちゃくちゃに書かれているっていう風なので、もう自分で参っているっていう風なのを、 書かれてるんですよね。書かれてるというか動画で出してるんですよね。結局あなたたち、ヒカキンさんが1000ロールトイレットペーパー買ったことに対して怒ってるんですかそれとも トイレットペーパー買えなかった。誰が原因だヒカキンが買ったトイレに1000ロール入れてる ?4 年前にそんなん買ってるふざけんな。4年前だかなんだか知らないけど、結局お前が1000ロール買い占めたんだろうが。っていう風なので言ってるんですかそれとも、4年前に出そうが今現在動画が見れているんならそれが原因だ。 とかで言ってるんですかまあ、どっちにしろ、お角違いもハだしということ。結局は、自身が、自身のストレスのはけ口にヒカキンさん使ってるだけなんじゃないんですかまあ、アンチやら。<laughs> うざきちゃんは遊びたいの大田恵子弁護士のように。ただ、自分の ストレスの吐け口に使われただけ。もっと言えば、大田恵子弁護士。あれ、売名行為ですからね。その証拠に、一回使えば、もう、他の方に、方根転換してます。他の人たたきにやっています。すなわち、その時に、とりあえずフィーバーしていることに食いついて、 とりあえず、叩くだけ、ぶっ叩いで、ぶっ叩き負けて、ぶっ叩きにぶっ叩きを重ねて。んで、あとは、知りません。ほんと、ついフェミと同じでしたよ、あの時の太田恵子弁護士は。